はい、皆さんおはこんばんにちは。おはこんばんにちはって、このシルバーね、ヤフオク出品しとったんですけど5000円スタートで売れなかったですほんでちょっとね、試しにね、今日はセパレート外してみたんですよ。はい、というのはこの2匹が おるんでどっちかにせなあかんから、ほんでヒロさんにもらった化石類ね、やっぱり育てないといけないので、私が気に入って買ったシルバーをもう入れるとこがないんで、でこのシルバーだけの水槽作られへんので、もうちょっと勇気出してセパレートしました。セパレート外しました。はい、ほんで今これ10分ぐらいの動画ですけど、これね、私の経験上ですよ、皆さんね、自己責任でやってくださいね。水替えしながらセパレート外して、水入れながらした方が今のところ成功率が高いです。今こそ話変わりますけど、これ生太郎ね、レッドアロアナジャイアンに噛まれました。あのヒレをこいつが最近おとなしかったのに、ということで今隔離してますボディはいかへんねんけど、ヒレがね気になるみたいなんで、ちょっと今治療中ですわほんで全部の水槽水替えを一気にします。うちは、はい、道場にこれ4本あるんですけど、全部4本とも水抜きながら、徐々に入れていって1時間ぐらいで全部終わらしますけど、はい、ちょっと上が曇ってますけど、こんなもんですよ皆さん。はい、水入れたら綺麗になるというね。話戻りますけど、ほんまにね、アロワナの混泳って今までね、もうしないって私も言ってたんですけど、今回このどうしても2匹しなくてはいけないんで、向こう側のね、この裏側にある水槽で今試してますけど、大体ね、ほんまにあれですわ、水替えをしながらね、水抜いて水替えしながら、やった方がいいです。そして水を入れながらちょっとね、もう混乱さすんですよ、何やってるかというね。はい、そういうことです。それの方がいいと思いますと僕は思ってますはい、今ね、うちライトね、水中ライトやめて普通の蛍光灯とね、ジェックスのなんか60センチのちょっと一個シャレで置いてますけど、赤がつくやつね。はい、1時間経過しました。ペットボトルを、まだ喧嘩してないんですけどね、ペットボトル5本入れました。5本入れたら言ってもここ2本止まってますけどね、ここで喧嘩はしてないですね。オスカーが逆にシルバーにこう今まで一緒に入ってなかったんで、オスカーがこうシルバーを続く時はありましたけど、アロワナ同士は今んとこ大丈夫ですね。多分これオスカーとかおるからやろな。全くアロワナだけやったら喧嘩始まる。これね、一回喧嘩したんですよ、実は。この頃はもうちょっとちっちゃい時に、60センチ水槽で、2匹切れた時に、もう一瞬で喧嘩したんですよ。それから何ヶ月か再会です、これ。まあ、隣同士ね、セパレートで、1ヶ月ぐらい過ごしたんですけど、セパレートでね。そして今セパレート外して、何ヶ月かの肌の触れ合いですけど、まあ、半倍以上大きなってます、2人とも。2人ともってね、2匹とも。はい、どっちがやられるかな。やっぱり、やられるとしたらシルバーでしょうけどね。なんか化石の鱗は1枚剥がれてるんだけど、気のせいかな。んこっちのね、左側の方がね、今ちょっとこれ右側です。左側の方が1枚剥がれて、後ろの方がね、剥がれてたような。あ、これ2枚ぐらい剥がれてるような気がしますね、これ。うん、どこにもないな。ウロコは結構下に落ちてるもんなんですけどね。カラボロが食べたかなということで、まあちょっと離れてね、今から用事しますけど、もういいかな。1時間ぐらい経過経ったんでね。ほんまに喧嘩するときも口膨らんでもうとか、もう周囲をこう囲んだりして喧嘩してますからね、今までの経験上。この頃もしてましたから、最初もう化石の方がバーンっていきましたからね。ただこれ成功者とは言い切れないのは、ペットボトルをどけてみたり、まあ今からね、夜までにどっちかがこうヒレが噛まれてたりする時もあるんで、まあ、なるべく見たいなと思いますけど、はい、2日経ったんですけど全く喧嘩してないです。ペットボトルもいらんのちゃうかな。ペットボトルと一緒に水温計も回ってますけど、一緒に
はい、また後で直しておきますけども、シルバーバルブがね、ちょっと誰かにこう傷つけられたんでちょっと非難してますけど、1100水槽、奥行き500ぐらいかな、はい、高さももうちょっとあるのかな、これ550ぐらいあるのかな、はい、オーバーフロー水槽ですけど、これで、ね、ちょっとね、ヤフオク出品もやめました。はい、シルバーアロワナをね、もうちょっと一緒に育てたいと思います。喧嘩しないので大丈夫ですね。オスカーのおかげかな、これいいですね。全然喧嘩しないですよ。全く傷ついてませんからね、ぶつかっても、どっちも。これはね、ヒロさんにもらった、カズキンリュウ、あっちはヤフオクでワイルド個体、買ったシルバーアロワナ、はい、いいシルバーアロワナですよ、これね、売り出してたんですけど、誰も買わなかったというか、はい、メタレもそんなないでしょ、これ、5000円あったら安かったと思うんですけど、そんなことなかったんですかね、水ちょっと汚いですけど、はい、あ、水汚くないですよ、これ、泡がね、出てるだけで、で、このシルバー、綺麗でしょ、皆さん、はい、はい。そんな感じでした。婚姻成功してます。これは大丈夫です。絶対大丈夫です。